見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。無免許運転で人身事故を起こし雲隠れしていた木下富美子都議55が4ヶ月ぶりに都議会に姿を現した。涙で謝罪する一方、議員は続ける考えを改めて強調した。帽子かぶり4ヶ月ぶり登庁。雨に濡れる東京都議会議事堂。その中では、ダブルコート雲隠れ都議の登庁で荒れ模様の一日となった。017年の都議選で、知恵とクリエイティブでこの東京大改革を進めてまいりたい。それが私、木下富美子でございますと意気込んでいた木下都議。今年7月の都議選期間中、無免許運転で人身事故を起こしたにもかかわらず、公表しないまま再選した。問題の発覚後、議会を欠席し続けていたが、9日午前10時40分過ぎ、約4ヶ月ぶりに公の場に姿を見せた。深緑色の帽子を目深にかぶり、マスクをつけた木下都議。都民ファーストの会を除名後に、一人で立ち上げた会派 SDGs 東京の控え室へ。そして正午前に控え室を出ると、木下さん、一言お願いします、という報道陣の質問には一切答えず、これまでの経緯などを説明するため都議会議長と副議長のもとに向かった。事故をめぐり9月に書類送検された木下都議。体調不良を理由に議会の欠席を続け、これまでに辞職勧告決議が下位、議長副議長からの召喚状が3回出されていた。多くの報道陣が取り囲む中、特別応接室で都議会の三宅議長らと対面。赤いワンピースにジャケット姿で左手には大きな指輪がつ。じっと目をつぶり緊張している様子だ。深く反省、も議員続投宣言。その口から何が語られたのか、およそ10分間の面談終了後、三宅議長が明かした。東京都議会、三宅茂樹議長、辞職されるべきだということを申し上げましたが、ご本人からは、辞職はしない、という言葉をいただきました等の木下都議も問題発覚後、初めて報道陣の前に立った。木下富美子都議、55、免許停止中に車の運転をしてしまったことはあってはならない、またそこで事故を起こしてしまったことはあってはならないことと深く深く反省をいたしております。今後二度とこのようなことを繰り返すことがないよう免許の再取得はせず車等の運転はいたしません。事故時の車についてもすでに処分をいたしております。本当に本当にこの度は大変申し訳ありませんでした。